おはよう。おはよう。先生、今朝飯ですか？お、納豆食ってますな、納豆。いや、全くあったかいおまんまに納豆としたら答えられませんからな。先生、この人物が問題の男、川雄三君です。はじめまして。お名前は当人。いやいや、本当かね、君。元連兵場にドラム缶が何十本も待ってるというのは。は、自分が立ち会ったんですから埋めたことは確かなんですが、終戦のラジオのあったその晩で鼻をつまむれてもわからんような闇夜でして、それに君、君みたいに初めからそう弱音を吹いていて話にならんよ。僕は前言われたけど二度もやってんですからね。元手がかかってますよ。なんつか男らしくもない。君、東京の西君から今朝も手紙が来たがね、疎開やもめの暮らしはしてても娘の嫁入りの邪魔になるようなことはきっとなさらないでねと何度も念が押してあるんだよ。今日のそのドラム缶の発掘はその点大丈夫だろうね。もちろんですよ。警察の了解もついていますし、やましいことは断じてないです。一体そんなにたくさんガソリンを掘り当てたらどうするつもりかね。どうするって、先生、私は現物で褒美をもらいますよ。2割が規則です。いや、4割だったかな。とにかくそれをもらったら、どっかのプロ自動車を引っ張り出して、友達をぎゅうぎゅう詰めに乗せて、めまいがすることをほぼ踊り回しますよ。僕のライター用のガソリンなども十分もらえるね。腐らせますね。先生、ドラム缶が460本ですよ。ライターとは何事ですか。川合君、君もこれで当てないと、まだ当分嫁なんかもらえないぞ。張り切ってくったまえよ。ええ、張り切ります。じゃあ先生、飯が済んだらすぐに出発します。リンゴ園の親父も待ってるでしょ。待っておりやすた。いや、山崎さん。リンゴ園の主人の山崎さん。そうだね。確かに品川先生をご案内してきたからね。これは石中先生、ようこそ。いや、先生がおいでくださったからにはもう大丈夫ですよ。いや。お、もよこちゃん。熊田はどうも。待ってるわ、川合さん。頼まれたクリーム持ってきましたよ。まあです。親切ね、川合さんは。これね。ほら。あら。ね。では、先生。ということは確かなのかね。はあ、佐藤少尉の指揮で60人の兵隊が一晩で埋めたんです。でもあれからだいぶ年数も経ってるんで。おい、今さらそんな心細いこと言っちゃ困るよ。え、この間の地形調査ではこの畑だというところまで花を聞かせたんじゃないか。そうよ、河合さん、もう少し花を聞かせてよ。あんたの花、とてもいい花らしいわ。かっこもいいっす。ここ？違うらしい。ここ？はてな。君、あそこか？そんな気もするし、違う気もする。
河合君、ここか。臭い。ガソリンの匂いか。肥やしの匂いだ。あ、いや、今朝、あっちの大根畑さ、すっとべ肥やすやっただけだと思う。山崎さん、あんたも気が引かないね。え、今日の仕事には河合君の花が一番大切な役目するんじゃないか。そんなに癖ですかね。とにかく先生、加えてやってください。そうかね。それでは。あ、今のは確かに金属の音だ。出す出す、ガツッと癒やした。河合君の鼻は効いたのかな。先生、あとは僕たちがやります。缶が腐食するといけないからね。そうってやらないでと、穴開けてガソリンこぼしたら大損壊だ。じいの話に出てくる欲張りじいさんらしいね。腐らせないでくださいよ。これでもやっぱり金属だ。見込みがある。さあ、河合君、花を消すため、その花を。はい、確かにここかね。違ったかな。はいはい、頼りないな、君の花も。詰まってんじゃないのか、噛みたまえ。河合さん、お下手したのよ。お、見違えるほど綺麗になったね。伸びがいいわ。よかったね。お昼にしてお疲れんでしょ。さあ、あれ、先生あんなとこで。うん、先生お昼寝さ、鶴橋さんから言ったら伸びてしまった。あれ、先生リンゴかじりかけたまま寝てる。先生、先生、何にもねえですが、昼飯食べてください。だったら、下げ困ります。さあ、どうぞ。先生、僕が先生にお目にかかったのは今日初めてです。僕のいとこの木戸又吉は、前から先生がよく知ってるとか言ってました。木戸、思い出せないな。何でも先生は中学3年の時、サーカスの女の子に憧れて学校をサボって隣町まで追っかけていったのはバレて停学処分くらいかけたそうですね。そんなこともあったかな。精神華やかになるし時代ですな、先生。さん方に踊りをお目にかけるそうで、去年のコンクールで一等賞を取った踊り出ますがね。お待ちかね、お待ちかね。よいよ。渡り鳥さえ古巣が恋しい。
その頃忘れられよ故郷の空が天才だ。アンコール、アンコール。中村さん、先生、アンコール、アンコール。河合さんはあれの踊りがえらく気に入ったようだが、まあ先生、お一つ。パキパキした娘さんで、一人っきりですか。婿取り娘っつうわけですね。いや、いいのがあったら一つ先生にお世話願いますね。ヨロバは切るぞ。これだ。赤木の山も今宵かゆり。これだ。えいや、えあだ。あら、ごめんなさいね。ねしとった。ずるい、ずるいわ。ご覧なさい先生、もうこの人は慣れねえ穴掘りで参って出がすよ。マスカタの人じゃ体が通行じゃごわせんって、まあ、気の毒にな。私も鶴橋三回振っただけだが体が痛いですよ。あいた。先生どうでごわしょうな。穴掘りは一つわしに任せてもらえねえすかね。あんた一人に。いや、この人たちの体じゃあつこつ掘り消してるうちに参って済んでしまいますよ、うん、わしは決してガソリンを全部独り占めにしようなんてよくで言ってんじゃねえす。出た時にはちゃんとあんた方に報告すますだ。だから、この際先生から穴掘りは山崎に任せろと、やんわり中村さんに言ってくださいよ。そりゃあ言ってもいいな。ぜひ一つ。今日せっかく来てくださったお礼にリンゴ2箱差し上げましょう。しかし僕は別に。まあまあそう言わずに。しかしね、青木さん、中村君の方はいいとして、肝心の河合君が何というか。河合さんの方は心配ねえだよ。娘の萌子とはだいぶ気心が合ってるようだす。なんだったら向こうに来てもらってもいいと思ってです。先生、縁がまとまったらこれはどうしても先生に仲人をお願いしなくちゃね。あたし、石永先生の恋愛小説読んだことがあるわ。もよこちゃんはあの人の恋愛小説に出てくる女よりも僕には綺麗に見えるよ。あら、そうかしら。あの人に聞いたらきっとそうだというかもしれないよ。そうかしら。先生はもっとスマートな人だと思ってたわ。でもあの人あれでも若い時はサーカスの女の子の尻を追い回して退学されそうになったというか、おかしいね。まあ、サーカスの、うん、教養が低いわね。うん、そういえばそうだね。河合君を向こうにか。遺産金は460本のドラム缶か。ねえ、河合さん、本当にうちの畑にドラム缶待ってるの？うん、お父さんと来たんだ。欲の缶が突っ張ってるから、目の向かいで喜んでるのよ。さあ、それがね、あると思えばあるし、ないと思えばない。何のことだか、私にはわからないわ。僕にもわからないんですよ。じゃあ、ドラム缶がうちの畑に待ってるっていうのは、嘘なの？嘘のようでもあるし、本当のようでもあるし、
僕は分かんなくなっちゃった。萌子さん、すいません、実はみんな嘘なんです。嘘？うん。まあ、ひどい人。萌子さん、それもみんなあなたのせいです。中村さんに失敗出されてこの辺へ調査にやってきたとき、中村さんが河合君この辺ではないのか、それ嗅ぎ出せそれ嗅ぎ出せとやたらにけしかけるんで、僕もすっかりくたくたになってしまって、ちょうどこのリンゴ園の前まで差し掛かると、あなたがはしごに登ってリンゴの手入れをしてた。ええ、してたわ。あの日は私竹色のフルスクかぶってた。そうそう、かぶってた。僕が姉さん喉が渇いてたまらないんだがリンゴを一つくれませんかと言うと、さあどうぞどうぞ、あなたは気前よく三つ四つもぎ取ってくれた。五つだったわ。そう、五つだった。ハキハキした親切な人だなと僕は思った。あなたは僕をどう思った？私はしょんずぎそうないい人らしいと思ったわ。そうなんです、もともと僕は嘘のつかない男なんです。それがついあなたを一目見て好きになったばっかりに、ねえ、許してくれるでしょ、僕のこの気持ち。ひどいね、君は。私たちを担いだんだね。先生、お聞きになったんですか。あいにく私の耳は君の鼻と違ってよく聞くからね。すいません。河合君、君はドラム缶の埋没作業に立ち会ったというのは嘘なのかね。そんなんです、先生。初めは僕もすっかり忘れておったんですが、この頃になって世間がワイワイ騒ぎ出して、確かに僕が立ち会ったというもんですから、僕もついふらふらっと思い出してしまったんです。なるほど。そしてここに来て萌子さんを見てもう一度ふらふらとなったわけだね。すいません。先生、もうかわいそうをいじめないでください。先生も意地悪ね。ドラム缶なんかなくてもいいわ。河合さんが嘘つきだくなった気持ち、私、わかるわ。お、萌子さんはそう言ってくれますか。ありがとう。感謝します。先生、ドラム缶出ましたか。出るって君、あれから誰も動きはしないよ。元気回復したところでまた掘り続けるかね。いや、もう参りましたよ。土方の真似は僕に適さないことがよく分かりました。山崎の突然河合君をけしかけます。それがいいね。あの親父さんに一人で掘らせるんだね。先生、河合君はあのコンクール娘に惚れてるらしいですな。君にも分かるかね。そりゃ分かりますよ。どうやら僕たちは探すべき目的物を間違えてたやつな。いや、中村さん、目が覚めやすさな。山崎さん、畑を掘るのあんたに任せるよ。いや、物事はお互いに便利にした方が都合がいいやで。いや、ドラム缶はわしが一人でコツコツと根気よく掘りますので、見つかったら早速知らせますぞ。やってください。ところで河合君は？え？いや、若い者は若い者同士でよろしくやってるようで。
生は仲人に立っていただけでしょうな。はい、おし。あんたも早く孫の顔が見たいだろうしね。何、ガソリンが見つからなくても孫が見られれば、それもまた楽しいからね。さようで。いや、孫が見られたならば、何、ガソリンだってきっと見つけてみせますよ。はい、先生。大体のガソリン、不意になったね。すいません。でも、今日はお天気が良くて楽しかったですね。あんまり楽しくなかった人間も二人いるよ。すいません。君、今日の一件はうちの細工が帰ってきても話さんやんな。ええ、大丈夫です。女ってみんな欲張りですからな。木原さん、ちょっと。何ですね。まあ、ごめんなさい。けしからん。とうとう田舎にまでこんなものが回ってくるようになったのかな。嘆かわしい方じゃ。まったくのことですよ。警察もこんなものを止めるわけにいかないとすれば、せめて若い者だけでも見せたくないもんですな。いや、ごもっとも、ごもっとも。お互いに若い息子や娘を持ってる親の立場としては、なおさらのことじゃよ。よー、すごいすごい。まあ、いかんですよ。こんな汚らしいものに誘惑されちゃ。そんなの裸体ですか？裸体は汚らしいもんじゃありませんよ。ところでじゃな、バスのとこではビラを店先に貼ると無料の切符を2枚もらうんじゃが、この汚らしい切符はどうしたもんじゃろうかな。わしは手を触れるのさえいやらしい気がするんじゃが、一層破いてしまいましょうかな。破く？一層その方が。おっとっとっと、山田さん、あんたは物を粗末にする人じゃな。世知辛い統説、わしらは一見毒に見えるようなものでも、薬にしてこれを有効に役立てる方法を考えなければならん。うん、そういう心がけがないと、日本の再建は難しいですぞ。うん、ところでじゃ、その切符にしても、破いてしまえば紙くずにもならんが、仮にわしとあんたが、町の風紀向上とか、うん、青少年堕落防止とかいう建前のもとに、この切符を活用するとすれば、毒物変じて薬となるわけじゃが、あんたはそうは思わんかな。うん、いかにも。つまりあんたはワスタースが検察官の役目を務めるべきだと言うんですな。さようさよう、あんたは物分かりの早い人じゃ。うん、ところで、この汚らしい切符は実は今日の切符になったんじゃ。今日？今日はわしは暇じゃ。もうすぐ暇じゃ。何時から？それがさ、午後1時開演になったよ。1時？
帰るのを待ってたんだがね、お父っつぁんにも困ったもんさ。何を？木原さんと一緒に裸芝居見に行ったんだよ。秀一ちゃんと？いや、おじさんとさ。まあ、お母さん、なんで止めなかったの？私はお勝手で聞いておったんだがね、一緒に行こうって相談してんのに、私が口を出せば木原さんも具合が悪いだろうし、お父っつぁんとは喧嘩になるだろうし、だから黙ってたのさ。でも誘ったのは木原さんの方らしかったけどね、お父っつぁんは入場券を破ってしまおうって言ってらしたんだが、木原さんがそれはもったいないとか言って。いやね、木原のスケベじじ、普段もあんな真面目そうな顔してるくせに。お父さんもお父さんだわ。嫌だな。私だってそうだよ。よそへ知れても外聞が悪いし、二度とこんなバカな真似はしてもらいたくないと思ってね。それには何かお父っつぁんの腹に応えるようにしてあげなくちゃ。いいことがあるわ、お母さん。ねえ、劇場に電話をかけてアナウンスしてもらうのよ。本町通りの山沢書店のご主人さん、至急広口までお越しくださいって。ね、お父さん、ぺちゃんこよ。そりゃいけないよ。うち中の恥になってしまう。それよりかね、芝居が終わる頃、お前が木戸口に待っていて、お父っつぁんが出てきたら、黙って前に立ち塞がってやんなさい。それこそお父っつぁんの肝に応えて、二度とあんなものを見ようとはしなくなるだろうから。ねえ、でもお母さんたら随分悪いこと考え出せんのね。私には優しいけど。そりゃあお前、お父っつぁんとは長年連れ添った仲だもの。女は口や腕力じゃかなわないけど、急所を抑えるコツを心得てりゃ、男を操縦することなんかそう難しいことじゃないよ。私、秀一ちゃんも誘っていくわ。うん、それがいいね。それにお前だって秀一さんと一緒になりゃ、あのおじさんをお父っつぁんと呼ばなきゃならないんだからね。もしもし、38番。そう、38番。秀一さん、私マリコ。あのね、あなたのお父さんとうちのお父さんは大変なのよ。すぐいらして。いえ、
喧嘩じゃないんです。でもとにかく大事件なの。すぐに自転車でいらして。すぐによ、自転車でよ。金がぶつけてあったからね。仕方がない親父だな。マリコさんにしたって僕にしたって小川屋を説得するなんて逆だね。そうよ。でも秀一さんだって年を取ったら裸レビューが見たくなったりするんじゃない？でもその頃になれば女の裸なんか珍しくも何ともなくなってるよ。じゃあ裸レビューをどしどし見るつもり？だからさ、裸なんか珍しくないんだから、むしろちゃんと着物を着たレビューをみんな見たがるんじゃないかな。私ね、お父さんの前にバーッと言って立ち塞がってやるわ。そしてお父さんがぺちゃんこになったらついでにグレーの洋服をねだってやるわ。この前ねだったらいけないって言われたのよ。でも今度はそう言えないわ。一挙両得。秀一さんも一緒に立ちふさがってね。僕もバーって言うのかい？それはご自由。でも何かおねだりするものがあったらこの際ねだった方が得よ。何をねだろうかな。背広。高すぎるよ。この際だからふっかけるのよ。うん。じゃあ靴でも買わせるかな。ダメよ、背広いなさいよ。ギュッと言わせるのが目的なんだから。靴ぐらいじゃ効き目が薄いわ。大きなお灸据えてやるかな。ええ。よし、断固として背広だ。しかし親父にとっちゃ随分高い裸芝居だな。生地は私に見立てさせてね。うん。よかったわ、3時5分前。マニか。へえ、人気あるんだな。何見てんの？あんなに足が上がるもんかな。いやね、あんたも見たいんならどうぞ。いや、やっぱり背広かわした方がいいや。多少看板に偽りありでしたね。ああ、さようさよう。もう少しその裸体美の極地ってやつが見たかったはずだ。いや、私たちね、結構刺激が強すぎました。さようさよう。おい、ごめん、ごめん。ゆっくりでよや。あら、大橋先生もいるわ。あれ、畳屋さんだろ。駅の助役さんだわ。文具屋の金木さん。やっぱり来るんだな。男って大抵似たようなもんね。
ゴリラのおじさんまで。野村のおじさん、お芝居面白かった？いや、何ね、あの、そら、東京なだいの歌舞伎がかっているんで見に来たんだが、いやー、ひどいもんで。歌舞伎より面白かったでしょ、おじさん。とんでもない。ここはお風呂屋が商売だから、おなごの裸など、あくびが出ること見ておりました。そうそう、あんた方のお父さんたちも、一番前の席で、熱心に見ておりましたよ。いやね、一番前だなんて。きっと、周一さんとこのおじさんがそこへ誘ったのよ。わかるもんかい。君のお父さんかもしれないさ。いいえ、あんたのお父さんよ。来た来た。ダメね、こんな恥さらしなところへ出かけてきて。木原のおじさんもそうよ。お父さん、背広買ってくれないかな。今日のことはお母さんに内緒にしとくから。何を言うんじゃ。この小屋に何やら言う、ほら、上手な何やぶし語りが来てると聞いたんで、わすらそれを聞きに来たんじゃ。入ってみるともう一向につまらん芝居で、わすら居眠りばかりしておったわいな、山田さん。ダメダメ、今お家の野村さんに聞いたら、二人とも一番前で大層熱心に見てたんですってね。そんな熱心だなんてな、木原さん。あ、さようさよう、畜生、デマを飛ばすとは。お家の大将は何やぶしでなく歌舞伎だと思ってやってきたって言っていたが、今日の見物人はみんな裸芝居でなく別なもんだと思って間違えて見に来てたんだね。いや、何、この山田さんが入場券が2枚あるからと誘うもんだから、つい好奇心でな。木原さん、あんたけしからんこと言うね。わしは入場券を破くと言ったんですぞ。そしたらあんたが。いや、破くと見せかけたのはあれはあんたの誘いの手じゃ。わしはお人よしだから、ついうっかりその手に乗ったんじゃよ。いやいや、ろくでもない理屈つけて破かせなかったのはあんたでねえか。いやいや、あんたこそもともといかがわしい下心があったんじゃよ。なに、いかがわしい下心とはけすからん。そういうあんたこそ何遍もよだれを拭いてんのわしはちゃんと見ておったぞ。うん、踊り子が足を上げるたびに首をかしげてたのは誰じゃい。望遠鏡がなくていかにも残念だと言ったのは誰じゃ。お父さん、もうよしなさい。人は見てますよ。とにかくこれからあんまりお人よしにならないことですね。周一さん、あなたの今の言い方ですと、あなたのお人よしのお父さんを誘惑したのはうちのお父さんということになりますわね。もういいじゃないか、そんなこと。よくありません。私は私のお父さんを信用します。誰が何と言っても信用します。なら僕は僕のお父さんを信用する。どうぞご勝手に。うちのお父さんはそんな人間ではありません。僕のお父さんだってそんな人間じゃないよ。うちのお父さんを傷つけないでください。それを言いたいのはこっちだ。いえ、私の方です。ノーノー、僕の方だよ。失礼しちゃうわ。あんたとはもう口を聞かないわ。お父さん、行きましょう。さあ、いらっしゃい。父さん、何もそうしょげることはないよ。わしはしょげてはおらん。ねえお父さん、コーヒーでも飲んで帰ろうか。コーヒー、そんなものわしは。じゃあビール、とにかくおごりよ僕が。ね、飲もう。そうだな、飲んでもいい。お父さんとこういうとこでビール飲むのは初めてだね。うん、そうだ。足出したら頼むよ。よしよし。しかし、お前わしに隠れてちょいちょいこういうところへ来てんのか。うん、ちょいちょいでもないけれど、友達付き合いもあるしね。ハメ外しちゃいかんよ。いいか、僕を信用してもらいたいな。僕はお父さんを信用してるようにさ。ねえお父さん、裸芝居見たって悪いことないんだが、本当のこと言ってくれないかな。一体誘ったのはどっちが先。
そりゃもちろんあっちが先だよ。確かだね。そりゃまあ確かだ。よし、それならこっちにも覚悟ある。何の覚悟だ。あのマリコって子は少し生意気だよ。お父さんそう思わない？それはまあだいぶハキハキはしてるが。張り倒してやろうかな。暴力はいかん。暴力は界隈者に暴力を振るって謝ってくるまでは断じて口利かんぞ。しかしな、秀一、親の喧嘩に子供が出るのはどうかと思うな。こうなった以上は出ないわけにいかないよ。姉さん、ビール。はい。おい、ちょっと過ぎやせんか。大丈夫ですよ。お父さん、ここの患者を頼みますよ。お待ちどうさま。そりゃまあな。じゃあ僕もあなた方と一緒に出ると、その珍妙な喧嘩が見られたわけですね。惜しいことした。いや、笑い事ではないです。私たちだけの喧嘩ならいいんですが、親の喧嘩に子供が出てきて、これにはどうも弱りました。双方一歩も譲らないんですから。なるほど。どんなもんでしょうか。弟子一つ、先生のお力添えで若い者たちの機嫌を直してやりたいと思いますんで。うずの娘は先生の作詞も愛読して、先生をとても尊敬しているように思いますんで。先生の言うことでしたらよく聞き分けると思いますんで。どうも、大役ですな。山田さん、一体木原さんとあんたとどっちが先にあれを見に行こうと誘ったんです。それは断じて木原さんが先です。明日は大して見たくなかったんですが、実のところ妙な話ですが、明日はこの年になるまでそのつまりあれああいうあれをついと見たこともないもんで、ついフラフラっと、全くで、わしは女房の。まあまあ、山田さん、そんな正直なことまで言わんでいいでしょう。はあ、お父さん、先に帰ってもいいよ。お前ははしごの癖があるのか。うん、これから山田さんとこ行ってくる。仲直りしにか。いえ、自転車が置いてあるんだ。おいそれと仲直りするほど僕は甘くはないですよ。そうか。そんなに甘く見られちゃいかん。一生頭を抑えられる。自転車はと。あ、同じだ。汚れた方があんたのよ。あ、空気抜けてる。ポンプはないかな。ポンプはないかな。ポンプ。あなたには口を利かないつもりでしたけど、商売だから言うわ。この本、あなたのお父さんが今日の日うちから買った本よ。持って帰ってちょうだい。ふーん、東式健康法。こんなボロボンが70円。高けえな。高くないわ。高いよ。ほんと、お酒飲んだのね。ああ、ビール飲んだよ、親父と二人でね。いい親父だ。初めは僕がおごる妻だったけど、結局はすっかり親父に払わしてしまった。ビールをおごらしただけで背広の方はやめたの？そうは一度ねだれないよ。気の弱い人ね。私は誰かとしてグレーの洋服じゃ買ってもらうことにしたわ。ダメよ、そんな気が弱くちゃん。一旦決心したら
貫き通さなくちゃ。私これでもあなたとは口聞かないわ。ご自由に。あなたは口を聞くつもり？誰に？私によ。君は口聞かないなら僕も口聞かないよ。へえ、そうなの。この喧嘩は誰かさんのお父さんがあの裸芝居に興味を持ったりしたから起きたんだわ。そういうのを濡れ衣と言うんだな。私は誰かさんのお父さんがうちのお父さんに謝ってこない限り口を引きません。へえ、そう言いたいのはこっちだね。どっちの言い分が正しいか誰かに審判してもらおうかな。今回の事件は小説になりますな。うん、先生それはひどいですよ。いい恥さらしです。ご勘弁くださいよ。お晩です。こんばんは。よっ。こんばんは先生。キャラさんです。修一君の方。いや、大江さんです。そう、上がってもらって。わしは痛くない。あの隣の部屋はちょっと拝借してもいい？あ、どうぞどうぞ。夜分どうも。いや、ようこそ。毎度手紙がお邪魔しまして。いやいや、今日は飛んだところでお目にかかりましたな。いや、あのついその無理に誘われまして。その後が大変だったそうですな。え、誰から聞きました？いや、だいぶ評判ですよ。それはけしからん。さてはあの古本屋の親父が言いふらしたに違いない。あの古狸ひねり潰してやるわ。まあまあ、そう怒らん方がいいでしょう。これが怒らずにいられますか。ああ、キャラさん、まあ、わしはまあ辛抱しましょう。あの古狸がわしのことを何と言おうと天知る地知るです。あの男と一生喧嘩してもいいです。しかし先生、弱りました。親の喧嘩に子供たちが出てまいりましてな。はは、逆ですな。二人が喧嘩している限り息子さんたちは和解できないと思いますがね。それは古田貫が先に謝ってくれば話は別です。そう意固地にならなくてもいいでしょう。いや、なります。こんばんは。お、今夜はバカに来客もいたんだな。待てな、あの声はマリちゃんじゃないかな。だとするとまずい。先生、お隣の部屋拝借できないでしょうか。あ、どうぞ。あ、恐縮です。あんたは、わしのことを古田貫とはよくも言いました。盗み聞きするとはあんたもけしからん男じゃ。先生、こんばんは。こんばんは。先生、こんばんは。お邪魔じゃございません？いやいや。先生、早速ですが、審判してください。審判？野球の審判かね？ええ、ストライクかボールか、審判してください。私は、野球はできないよ。実は先生、うちの親父とこのマリコさんの親父さんが、ああ、喧嘩したんだってね。もう先生のお耳に入ってるんですか？噂の広がりってものは早いもんだからね。いい恥さらしだわ。いい年してのこのこあんな裸芝居見に行ったりするからですわね。先生、いけませんわね。明日私も見に行こうかと思ってるんだが。あら、一番前の席でね。先生、踊り子に靴をぶつけらないでくださいよ。きっと靴をぶつけられたら痛いだろうね。痛いですよ、そりゃ。かかとに金が打ってありますからね。わざとやるのかもしれないね。それじゃあ一番前は敬遠しよう。じゃあ先生、望遠鏡をお貸ししましょうか。
君たちは親同士の喧嘩を買って出たんだってね。いや、買わざるを得ないことになったんです。どっちが先に裸芝居に誘ったかっていうことが喧嘩の原因らしいが、どっちが先だっていいじゃない。いえ、よくはございません。このマリコさんは、うちの親父がこの人のお父さんに謝らない限り、僕とは口を聞かないと言うんです。もっとも独り言は大いに言うんですがね。先に独り言を言ったのはあなたですわ。僕の親父は頑固ですから、謝るなんてことは絶対にしないと思うんです。だって謝る理由なんてないんですから。うちのお父さんにはなおさら謝る理由はございませんわ。まあまあ、親の喧嘩にそう子供たちが出ちゃいけないね。君たちに仲違いさせたことを、お父さんたちはどんなに後悔してるかもしれないよ。穴があったら入りたいくらい恥ずかしがってるかもしれない。ところで、マリコさん、私はこの事件を小説に書きますよ。いいですね。そこでちょっと尋ねたいんだが、あんたは本気でこの秀一君と喧嘩してんの？本気ですわ。ある点までは。ほほ、ある点まではね。それじゃあもう一つ聞きたいんだが、あんたは秀一君をもう全然愛してないの？ねえ、愛してないの？愛しております。ではどのくらい愛してる？どのくらいって、まずい聞き方だったが、つまりそのこのくらいか、このくらいか、それともこのくらいか。ねえ、どのくらい？このくらいです。それは見事だね。じゃあ君の方は？僕ですか？僕のはこのくらいです。ねえ先生、あの親さんたちもせめてこのくらいも仲が良かったらいいんですがね。そうだね。でも僕たちのことが小説に書かれるなんてちょっと決まり悪いな。私は平気だわ。私の秀一さんを愛してる気持ち、ラジオで日本中に放送してもいいくらいよ。一体どっちが先に誘ったの？それがその、どっちがどうってことはねんで。すんどい目に遭いましたな。年寄りの冷や水というところでしたね。こりごりしましたよ。わしもこのくらいこりましたよ。
行くのかよっちゃん。ああ姉さんが病院に入ってるんで未明に。おやそうけ腕ずぬってな。ありがとう。みんな見てもらったらビシビシ当たるってびっくりしてたとこだ。おらの妹です。相川さん、手つめてやってください。ああ、いいともいいども。だって、おらってそうなどん。4回当たるだから、見てもらいましょう。やんどん。もう嫌でね、ほら。兄弟って抜けるもんだな。この娘っ子もなかなか用が濃いぞ。その通りだよ。兄弟揃って男好きでな。あてな。こりゃこりゃ。あれ、なんか？この鉄人やごくつけうちに一生連れ添わいて巡り合うって運勢が出てるぞ。まあ、ごく近いうちっていつ頃さ。まあ、今日明日のうちだ。へえ。おめえこの頃女子らしくなったな。今日は誰か若い人も一緒に来たんけ。ほら一人で来た。おめえこの頃嫁もらいでもあったんけ。バカくせえことばかり言って。手相などおら信用すね。バカくせえ当たって止まるもんけ。よく当たるだぞあの人は。知らねえ。おらこれから映画見てくる。おめえおらに小遣いせんくれねえかよ。おめえの亭主は財布をみんなおめえに預けてるから、おめえ金持ちじゃねえかよ。そら、おらは財布預かってるともな。ジャンボくれる？100円け？200円け？50円やる。100円に負けとく。今日持ってきてやったものの運びてんだ。50円でたくさんだ。100円よこせったらよ、けちんぼ。ダメだ。しっかりしろよ、よすこ。今日明日が大事だぞ。短い。大丈夫だよ。出ないんだろう、出りゃ。出るだけじゃダメよ。喋りゃいいんだろう、喋りゃ。だって、
大人って酔っ払ってる時本当のこと言うんでしょ。でもあの綺麗な人だね。明るくってはつらつとしてて。帰るけ？ああ。うん、敬礼。今なら暗くならないうちに戻れる。うん、また来る。気ぃつけろよ、よしこ。焦って馬のクソみてえな男つかむじゃねえぞ。今日明日がおめえの一生のうちで一番大事な日だぞ。また、自分は亭主持ってると思って、安心して人からか。今におめえの亭主よりいい亭主もらって、おめえみてえに女の子なんぞ真似で男の子産んでみせっから。ああ、なんぼでもうめえ、双子でも三つ子でも。ほら、おめえの亭主はひげの子男がええともな。ひげの子男は情が濃いからな。おう、よしちゃん、来てたのけ。ああ、こんにちは。ほら、こんなに寂しがって回ってるのになぜさっさと来ねえだよ。おめえ、自分の女房忘れたんけ。くのくたでねえか。そう、人前で噛みつくがてや。勝子、兄さんに言うたメールや。いいだ、こら。よすことねえけ。ああ、よかった。避けてってくれや、さきつ。ああ、乗れ。勝子の耳へ行け。ああ。本当だと思う。じゃあ、遅かったな。
めえ誰だよ。ほら、どうして、ここはどこだよ。おだごだ、ここはおらたつのうつだ。ほら、たきつの車で。ああ、おめえ、沢田の茶店の前さ、この車止めていたかや。おお、すればおら間違えて。ほら、ケール、ほら、ケールだよ。ほら、岩木村のもんだ。ケール。ほら、ケール。無理すんな。若い娘がこれから一人で岩木村へ帰れるもんけ。この度間違えてまったらどうする。あ、今夜ほらのうちだとまで。明日ならばおらがおめえのうちさ送って行って、おめえの親たちにちゃんと引き渡してくるだから。な、ささ、入れ。おら泊まる、ここさ泊まる。釘抜きで挟まれたみたいに眠たくて、ごそごそっと藁の目さ上がるが早いか、上のまぶたと下のまぶたくっついて車の動いたのも反対の方さ歩いてんのもわからなかったくってでもほらこれでんがよかった。どうしてだや。他の車さ乗ったらこんな居心地のよいちさ来られなかったかもしれねえのす。どんな風に居心地がいいのだや。さあ、テクスでは言えねんども、おら、うん、初めてこさきた気がすねえのす。おらのうちとよく似てるな。これだば、なんぼ暗くても手探りすねえで歩けるす。定作の風呂さ、長風呂だこと。キューズ、おめえちょっと見てこう。みんなは飯食わずに待っとるに、残せてるんでねえけ。あんちゃん、残せてるんでねえのけ。みんな腹すかして待ってんだぞ。あんちゃん、あの女もどうして笑うんだよ。ほら、うちの定作もな、あの通り口は引かねえ男だども、あれで親は大事にするし、弟の面倒は見るし、心持ちの温かい人間でな。まあまあ、いい息子だとおら思うとる。もう嫁でも迎えてやるべえと春頃から黒がけておったじゃ。そうしたらさっき定作が車の上さおめえを乗っけてきたので、おらてっきり親さ断りなしで勝手な嫁引っ張ってきたかとグッとしたよ。定作、顎どうした。薬やるか。さあさあ、そんだば飯だ飯だ。腹すいたで、腹の顔を破けるほど食ってけれや。はい、おら遠慮すね。いただきます、お先に。あれ、このご飯ふっくらしてうめえこと。おらの出すのどうしてこいかねんだべ。釜で炊いてるけ。ああ、釜で。蓋の上、おもしのっけてるけ。おもし。うん、
漬物石でも水張ったバケツでもいい、重てえものを蓋の上に乗っけて吹きこぼれにしねえようにすんのさ。こぼしたら飯の味は落ちるもんだ。炊き物のくべ方にも上手下手はある。メスに限らず、物の煮炊きするときは鍋釜の尻さ火をくっつけて蒸すもんでね、火の先がメロメロっと鍋の尻舐めるくらいに炊くのが、炊き物もたくさんいらねえし上手な炊き方だ。あれ、一つもの覚えた。なんで、来てるか。なんでもねえなあ。初めからおめえが来ること分かってたら魚でも買っておいたにな。おめえから分かってたら神様だべ。あれ、このたくあんめこと。そうけ、おととしつけたんだが塩がひゅんてねえけ。いや、ちょっと甘みがある。どれ、おめえ普段メスに何杯食う？この茶碗なら2杯半。嘘つけ、そんなに少なくてどうする。手前3杯半。おめえの年ならそのくらい食うのは当たり前だ。病気したことなんかねえべ。はい、丈夫なパトラスな。方々から嫁にけろって言ってくるべな。おら、知らね。あんちゃん、早く飯食って踊り見に行くべや。そんだそんだ。制作、もう飯にしてこの人も一緒に連れてってやれや。構わねえから一緒についていけばいい。定作はこういう男だから。おめえなんちゃ、こんなしゃべれねえ人だな。ああ、しゃべらねえ。しゃべれねえのけ。ん、しゃべりたくてもしゃべれねえのけ。ああ。おめえ探してたぞ。滝つが？ああ、なんだか面白いことして遊んでいた。はい、行ってみれ。あ、つけ。うん。ティーサク、あとどおりよ。え？このままのクソ。
オスだと思いたかったら勝手に思え。しゃべる口持っててもったいねえ。なぜしゃべらねえ。めんどくせえ。ああどうした。おめえがオスでなくてよ、この男言い訳しのくせに。オスとはなんてまあかわいそうなこった。俺はそう思ってお前を見てたのす。あんちゃん、あんちゃん。おい上手、あのおせっこどこのもんで。岩木村のもんだ。うん、あんたの嫁になる人け。俺はすらねえ。あんちゃんに聞けばいい。あんちゃんに聞けか。あ、ね、あの娘っ子でけえ恋して笑うぞ。あの娘っ子笑うたんびにあんちゃんギロギロって目玉光らせんぞ。どうしておらんつなあんちゃんは。うなごの前さえ出るとオスになっちまうんだけどな。ねえな、おめえオスでねえんならもっと何か食べれ。キューズ、ええでねっけ。あの子あの子で遊ばせとけば これ溶ける。あの手相はな、今日明日にも天使なる男に巡り合うことになってるって。今日病院で歯病闇の手相見がそう言ったっけ。ほらおかしくって。明るいとこだとおらおめえの手相見てやるんだが、おらにはきっとわかるべから。手相見なくても人相見ただけでおらにはおめえって人間がわかる。そけ。ああ、わかると思う。そんでもおめえ、俺のこさ、オスだと思った。ああ、間違えて誰にもあるもんって。ドラ、よく面見てろや。こら、こっち向いて、人数よく見てろったら。おめえ、面白い男だな、おからそうに見えても。そげ。おめえの人数はな。もう目玉ギロつかせんなや。おかしいもん。これは生まれつきだ。おめえはオスみてえに口を聞かねえ人間だな。ちゃんとニースに出てる。うん、だが心はあったけえ人間で、親を大切にするす、弟の面倒を見るすんだべ。うん、まあそんだ。それから今年中には嫁が決まると出てるだや。なるほど、大きな声で笑うなのだ。制作へ、ええぞええぞ。あんまり見せつけるなや、制作。どこの間の俺だ。見たけらって出てこ。ぶたれてくる。あんちゃん、はい、気をつめる。もうラムチと遊びに来ないけ。来るけ。よし、ならおらおめえがオスだと思われねえようにうつのものさしゃべっとく。
ほらな、ゆんべはおめえ送ってくつもりだったが、今日はどうしても忙しいことがあって行かれねえんだよ。それかといって、おめえ一人消すわけにもいかねえし、そんでほら、おめえの身に間違いがなかったつ、書き付け書いてもらうべと思って、八丁の旦那さん迎えに行っただよ。そしたらな、旦那さんとこさ、用事やってきてた、あの先生も、よし、そんだば、おらも証人になってるべってな、一緒に来てくれただよ。な、お礼を言えや。すいません。この人は、小説を書いてる偉い先生だぞ。おめえも今に小説に書かれるべ。おらを小説に。そりゃ、わからんがね。丈夫そうな娘だ。どこのものだ。岩木村カナイスブラックだす。名前は。木村よす子。なんぼになる。十九だす。うん。米一俵担げるか。担げるが、力仕事はおら好きでねす。怠け者め。いつ嫁になる。わからねす。親さ口ごたえするか。時々。親不孝者。昨日町さ何しに行った。嫁になった姉が入院してるから未明に行ったす。子宮病か。腎臓だす。あ、腎臓。おお。あれは小便するときに苦しむ病気だ。よしよし、ハキハキしたいい娘だ。今証明書を書いてるか待っとれ。石田君、君一筆。いや、僕はもう小説家でねえか。うめえとこ一筆。どんなことを書けばいいのかね。そうだな。証明書。岩木村金石ブラック。木村よし子、19歳。右のものは？昨日は20日か？今月20日、町より帰る途中、沢田茶屋前にて、愛宕村長沢邸宅の荷車に誤って乗り、そのまま居眠りをして長沢宅に運ばれ、その夜は道家に一泊。邸宅の母は、よし子が処女の身なるをおもんばかり。お、石田君、そこが一番大事なとこなんだ。そんです、俺はこの子とネタだから間違いはねえす。まあそんなことを一つ名分でやってけれ。よって低層に異常なきを証明すとね。弱ったな。君の言った通り書くぞ。よろしく頼む。よし子、お前も石中先生に証明書を書いてもらえば光栄だぞ。昨夜おめえたち一緒に踊りを見に行ったそうだな。別に怪しい振る舞いはしなかったべ。しねえ。手にも触らなかったか。触ったか。これ、はっきりせんか。はは。手を握ったな。触ったのはオラの方から出す。あれ、おめえから。二人で話すしてたら、大勢がからかうから、オラびっくりしてその人にしがみついたのす。そうか。娘の身としては、無理もない点もあると認める。それだけか。そしたら、その人、俺さ手をかけたです。手をかけた。どこへ。ここさ。あそこか。そこならまあ弾みだ。見逃してやる。それだけだね。よし、まあそういうことは証明書に書くに及ぶめ。低層に関係ねえから。できたよ。邸宅母は、よし子の身に過ちなきようにと、特に一緒に寝るほど気を配りましたと。こうごたえだな。よし子の身には、
何ら間違いなかったことは事実ですと。右証明しますと。あ、結構結構。今度はわしの証明だ。おですかけて、なんともはや。娘は壊れ者だから、このくらい気を使ってやらんとな。おめえのうちの人たちはみんなエースとばかりだな。おめえなんとか喋れや。歌うか。あ、歌いや。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。いい子だね。先生。うん。先生にこんなこと聞くの変だが。なんだね。一目見ただけで好きになるってことは いいことですか。いいことだよ君。あの子をうちまで送っていくべきだと僕は思うね。